木の先は、西日本旅客鉄道が、京都駅、福知山駅、豊岡駅、木の先温泉駅間を、山陰本線経由で運行する特別急行列車である。北、近畿ビック X ネットワークを形成する列車の一つである。イメージカラーは紫色で、この列車の走行路線である佐賀の山陰線のラインカラーにちなんでいる。本校では、 京都駅を発着する山陰本線の優等列車の遠隔についても記述する。京都駅及び亀岡駅などの南端と呼ばれる京都府中部と北近畿の各地域の福知山市、豊岡市などを結んでいる。北近畿ビッグ X ネットワークを形成する列車の一つであり、京都から木の先温泉へ足を運ぶ観光客にはもちろん、 ビジネスとしての利用にも重宝されている。特急、木の先は、1996年3月16日に、山陰本線そのべき福知山駅間及び北、近畿丹後鉄道福知山駅宮津駅、天の橋立駅間が電化されたことにより、京都駅木の先駅間で運転を開始した。このダイヤ改正により、機動車で運転されていた、特急、朝潮が、 2011年3月12日には特急丹波が木の先に統合されて廃止された。木の先の列車名は1962年から京都駅福知山駅、木の先駅間の準急列車に使用されていたが、1968年に京都駅発着で京都府北部、兵庫県北西部発着の急行列車の総称として丹後に統一されて廃止された。また、 国鉄分割民営化後の1990年12月には、大阪駅木の先駅間の臨時列車として休行、木の先が復活したが、1995年に廃止されている。列車名は、終着駅である木の先温泉駅及び、兵庫県と洋市の旧木の先郡木の先町、道町にある、平安時代から1300年の歴史を持つ木の先温泉から取られている。 2021年3月13日現在の運行外況は次の通り、京都駅福知山駅間が6往復、京都駅豊日駅間が1往復、京都駅木崎温泉駅間で4往復が運転されている。他客機には京都駅木崎温泉駅間で全車指定席の臨時列車が運転されることがあるほか、 福知山駅発着の4.17号が、豊岡駅発着になる日がある。福知山駅発着の列車は、朝晩の一部を除き、木の先温泉方面の特急、河野鳥、天の橋立方面の特急、丹後リレーと接続している。下り5本上り4本は、京都駅綾部機関で特急、舞鶴と連結して運転されている。京都駅二条駅亀岡駅その米駅 綾部駅、福知山駅和田山駅、大岡駅、高原駅、豊岡駅、木の先温泉駅2018年3月17日のダイヤ改正以降、福知山電車区に所属する287系電車、及び289系電車で運行されている。過去の使用車両下にのシーズンを迎える11月から3月に、かけて JR 西日本が発売する駅長を進め、 駅プランのカニカニ日帰りエクスプレス期間中には特急列車の利用が多く見込まれるため、1999年から定期列車の補充としてカニカニエクスプレスであるカニ、カニ、カスミ、カニカニ木の先などの臨時列車が運転されていた。カニ、カニカスミはキハ181系の他キハ65系のエーデル車両を使用し、 京都駅霞駅間で運転されていたが、2004年度からは、カニカニ木の先として、木の先発京都業で運転されていた。しかし、2005年度からは、丹波1.8号が、福知山駅木の先温泉駅間を延長運転したため、カニカニ木の先は、運転を終了している。現在は、2020年以降のコロナ禍による旅客減少の影響で、 2021年3月13日のダイヤ改正で木の先の一部が臨時列車化され土曜、日曜、祝日を中心に京都駅福知山駅間に3.65の1往復が運転される。白うさぎ山陰本線京都駅発着の優等列車としては最初の列車で1956年に京都駅松江駅間の準急列車として運転を開始した。 当時は、京都駅で特急、つばめ、鳩に接続していた。1961年に急行列車になり、一部の区間が快速列車や普通列車になる時期もあったが、出雲市駅や大古曽駅まで運転されていた。1982年に、京都駅与那子駅間の運転に変更され、1986年に、朝潮に統合されて廃止された。朝潮80系。 時代181系時代参位本位線で初めて京都駅を発着する中高特急として運行が開始され、木の先駅発着、倉吉駅発着、米子駅発着が各1往復と、宮津線を経由する木の先駅発着が1往復、合計4往復が運行された。列車名は朝に満ちる潮に由来する。上越本線の電化で特急、白鳥や 稲穂が電車化され、余剰となった、キハ八十系が転用された。当初は、食堂車も連結され、とホテルが調理を担当していた。九百七十五年には、食堂車の連結がなくなるものの、九百八十二年には、白尾線の電化により、役も、からキハ八十一系が転用され、九百八十六年以降は、急行白うさぎの格上げ分を含め、 六往復に増発されて運転されていた。宮津線経由の浅潮下り木の先行きは、宮津線を経由している間に、山陰本線福知山経由で直行する後続の浅潮に先行を許し、同じ浅潮同士で出発順と到着順が逆転するダイヤとして知られていた。1996年のダイヤ改正で、スーパーハクト、 白土の前列車が京都発着に変更されたことや、そのべき福知山駅間と、北近畿丹後鉄道福知山駅宮津駅、天橋立駅間が電化されたことにより、電車運転が可能になったため、木の先、丹波、橋立に統合され、丹後と共に廃止された。浅潮廃止により、木の先温泉駅もしくは和田山駅で浜風と、 木の先を乗り継ぐ必要が生じる場合も特急料金通算は適用されない。単後1959年に京都駅と北近畿方面を結ぶ準急列車として運転を開始し合計に往復が運転されていた。運転時間帯の良さからビジネスマニア観光客から好評を得て利用客が増加し1963年に合計4を往復に増発され、 1966年には急行列車化されたが、1966年10月1日から1968年9月30日までは、折一本は準急列車で運転された。これは、当時の準急列車は 100km 以下を運行する急行列車という位置づけであったためであるが、これにより同一列車名で急行、準急が並立することとなった。 急行列車化されてもなお増発が行われ、1968年には7往復、1972年3月に8往復が運転されてが、同年10月から特急、朝潮が運転開始したことにより、運転本数は減少した。クリーン車が連結され、途中駅で分割併合を行う、比較的長編成で最後まで国鉄職車両が用いられるなど、 JR 加護も国鉄機動車急行の前世紀のイメージを色濃く残した機動車急行として全国の鉄道ファンの人気を集めたが1996年に山陰本線の一部と北近畿丹後鉄道福知山駅宮津駅天橋立駅間の電化により廃止された運転区間は運転開始当初は京都駅天橋立駅東舞鶴駅間であったが 1961年に、鶴ヶ駅発着の編成が連結され、1963年には、東舞鶴駅経由と八日駅発着の編成も、連結されていた。急行列車化されて、以降も網野駅、久美浜駅まで運転され、北近畿丹後鉄道宮津線に乗り入れていた。なお、東舞鶴駅鶴ヶ駅間、宮津駅と八日駅間など、一部の列車の一部の、 区間は普通列車として運転されていた。列車名は両性国の単語国が由来となっている。丹波、特急、木の先と同じく1996年にそのべき福知山駅間と北近畿丹後鉄道福知山駅宮津駅、天の橋立駅間の電化によるダイヤ改正により京都駅福知山駅間を結ぶ特急列車として運転を開始した。 北、近キビック X ネットワークを形成する列車の一つでイメージカラーは青色であった。2011年に北、近キビック X ネットワークの特急列車の当廃合により木の先に統合されて廃止された。列車名は両政国の丹波国が由来となっている。戦後準急列車の設定とその後特急、浅潮登場後の展開特急、浅潮北。 キンキビック X ネットワークの完成後の展開特急、丹波。ありがとうございます。